年に一度の福袋タイムセール最大 80% オフです。日替わり限定販売もということで、クラブオーシャンフロントビューのお部屋無料アップグレード、クラブラウンジ利用、こちら大人一人1万5000円からになってます。サーリーカンプ、こんにちは、のぶです。本日は沖縄県民限定でホテル宿泊やホテルランチなどが最大 81% オフになるっていうキャンペーンのお話しさせていただきたいと思います。ということで本日お話しさせていただくのは、沖縄県民限定で沖縄県内のホテル宿泊やホテルレストランでのランチ、あとツアー体験なども行っているチュラ徳さん、そちらの福袋タイムセールが1月9日から12日まで、短い期間ですが期間限定でタイムセールが行われています。今日1月10日2日目です。昨日ざーっといろいろ見てたんですが、結構お得なプランが多いなっていうことで、ぜひ皆さんにご紹介させていただきたいと思って、今回動画の方を撮影させていただいております。楽天トラベルさんと少し比較などさせていただきますので、沖縄県外の方も多少は参考になるかもしれませんが、すいません、基本的には沖縄県民の方限定のタイムセールのお話をさせていただきますので、その点ご了承ください。ということで、それでは早速行ってみましょう。ということで、こちらがチュラ徳さんのホームページです。こちらに出ております、年に一度の福袋タイムセール最大 81% オフです。そしてですね、今回今まであまりなかったと思うんですが、日替わり限定販売もっていうことで、福袋はもちろんなんですが、この日替わり限定販売がですね、さらにお得でした。先にちょっとそちらの方を確認していきたいと思います。そしてこのタイムセールがですね、1月12日17時までになります。ずっとカウントダウン回ってますが、今1月10日10時過ぎぐらいかな、残り54時間でございます。ぜひ早めにチェックしていただければと思います。それではこちらが1日限定ですね、こちらのタイムセールなんですが、これがですね結構安くて、多分この動画が上がった頃にはですね、1月9日の限定販売は終わってるかと思います。1月10日の限定販売になってると思います。でもすいません、編集の関係で1月10日分お見せしてからだとちょっと遅くなってしまうので、この状態でお伝えさせていただきます。まず1月9日見てみると、贅沢クラブルームがお得に予約できるオリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ、こちらがですね売れ切りごめんで 50% オフでキャンペーンをやってます。意外と周知があまりされてないのか、結構プラン余ってるんですけど、大人2人でですねクラブルーム宿泊で3万円を切る値段になってます。そしてこちらのオリエンタルホテルですね、結構広いプールがあって、しかも去年リニューアルされて、以前のマリオットホテル旧ブランドの時から雰囲気が少し変わりました。こちらのプール2024年は3月1日からオープン予定です。3月からプールも利用することができます。で、熱く語っときながら、こちらのプランは1日限定で、動画がアップしている頃には終わってるかと思います。まあ、といってもですね、オリエンタルホテル普通に福袋のプランも販売されていて、先ほどの1日限定よりは少し値段が上がるんですが、クラブラウンジのプランもあります。1日限定だと3万円を切ってたんですが、1月でちょうど大人2人で3万円、2月も大人2人で3万円ですね。っていうか3月でも大人2人3万円なので、1日限定より日付によってはこちらの方がお得かもしれません。そういったこともあるみたいですね。ぜひしっかりと皆さん確認してみてください。そしてあと1日限定がですね、ホテル宿泊とあとランチビュッフェなんかも、多分ほぼ毎日1つずつぐらいプランが出るようですね。1月9日はですね、那覇にあるダブルツリーバイヒルトンのホテルランチ、こちらがなんと通常3300円が1000円オフの2300円で利用することができます。実はこれ予約しました。平日限定なんですが、ちょっとこちら行ってみようかなと思っております。そしてこれ毎日ですね、多分こちらの動画アップしてる頃には早い者勝ち、1日1組限定1000円オフっていうのもあります。これも結構気になりますね。そして1月11日は衝撃2500円オフ、和食ランチビュッフェ登場ということで、この2500円オフもかなり気になります。こちらの方もぜひチェックしていきたいと思います。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。それでは日付限定のタイムセールはぜひ皆さんチェックしていただきたいんですが、ここからまあ通常のっていうか12日まで残り今の時間で54時間開催されているタイムセールの僕が気になったところを確認していきたいと思います。それぞれですね、宿泊とかあとレストラン利用、梅プラン、竹プラン、松プランっていう形で販売されてます。松プランの中はですね、ちょっとリッチにだいたい1人当たり1万5000円のプラン、先ほどのオリエンタルホテルのクラブラウンジを利用のプランもですね、こちらの松プランでしたが、松プランを見るとですね、結構このクラブラウンジ利用のプランが多いです。ハイアットリージェンシーセラキアイランドのクラブオーシャンフロントビューのお部屋無料アップグレード、クラブラウンジ利用、こちら大人1人1万5000円からになってます。そしてヒルトンも高層階確約、夕食付きが1万5000円、または朝食のみでクラブラウンジ利用で1万5000円からとなってます。個人的にはなんかたくさん食べないんであれば、クラブラウンジのまあちょっとしたおつまみ程度になりますが、ヒルトン沖縄瀬底リゾートのクラブラウンジはまだ利用したことないので詳細僕分かってませんが、そういった簡単な軽食で済ませる方は個人的にはクラブ
ブラウンジで、まあ、特にお酒好きな方ですね、クラブラウンジでゆっくりくつろぐのが僕はおすすめかなと思ったりもします。そしてグランディスタイル沖縄読谷ホテルリゾートですね、ここ実はですねこのプランに書いてるんですが、オープン当初はですね子供お断りみたいなホテルだったんですが、いつからかな567が流行ったぐらいにですね、多分いろんなお客さんを呼び込む、特に沖縄県民の家族層なんかを呼び込みたいということで子供利用ができるようになったんですが、子供がいる身としては非常に残念なんですが、4月からはですね大人向きのホテルに変わるようです。なので3月中にですねお子様いらっしゃる方、まあ、特に春休みも利用することができると思いますので、こちらの方行ってみるのを検討してみるのもいいんじゃないでしょうか。3月も平日ですけど、3月25日から28日までまだお部屋空いてるみたいです。ぜひこちらの方を見てみてください。まあ、お子さんいらっしゃる方は添い寝の詳細気になると思いますが、特に詳細が載ってないようで、おそらくまあ通常で考えると幼児までは添い寝可能だと思います。そしてだんだんちょっと値段下がっていきますが、竹プランはですね、まあ、大体クラブラウンジまでは利用できませんが、まあ、高級ホテルハイアットリージェンシーなんかも朝食付きで宿泊できるプランが多いようです。あとちょっとランクが下がると、かりゆしビーチリゾートオーシャンスパについては夕食朝食付きで大人1人1万円からですね。中グスク、北中グスクかな、 EM ウェルネスもこちらも夕食付きかと思った。夕食付きもありますね。左側は夕食付きプランですね。そして右側は夕食はないけど館内利用料が2000円分つくっていうプランですね。そして僕の大好きサザンビーチリゾート、あ、これクラブラウンジ付きで1万円なんだ、非常に安いですね。ここですね、よく誕生日プランで実はプレミアムラウンジ利用で利用してたんですけれど、大人1人当たり1万円からってかなり激安な気がします。でもあれかな、誕生日プランはさらに夕食がついてたのかな。夕食なしで大人1人1万円3月も同じ値段でいけますね。これはなかなかお得ですっていうか、僕ここ予約取ろうかな。僕サザンビーチリゾート最近ですね、なんかプレミアムラウンジプラン結構高くなっていて安いのがなかったのでチェック漏れしてました。ぜひこちらの方予約したいと思います。そしてあと梅プランですね。梅プランは1人当たり5000円なので結構気軽なプランが多いです。そして1個気になったのが、この以前ホテルレビュー動画も上げさせていただいた名護市、ほとんど女村寄りの名護市のツインラインホテルですね。2022年去年ですねリニューアルオープンしてリブランドして綺麗になったホテルなんですが、こちら最上階にラウンジがあって、そのラウンジですね、僕行った時は宿泊者無料だったんですが、こちらですね通常1人当たり1100円かかるんですが、今回それが込みの値段になってます。そしてさらに駐車料代も無料です。僕が泊まった時より結構安い気がします。そしてさらに朝食付きっていうことで、大人2人利用でも1万円で宿泊することができます。ぜひこちらのツインラインホテルですね、ラウンジの様子なども動画にアップしてますので、概要欄に URL 貼っておきます。ぜひこちらの方も確認してみてください。ちなみにツインラインホテルの楽天トラベルの値段を確認してみると、スタンダードプランでちょっとこれ3月30日、シュラトクの今セールだと大人1人5000円、大人2人で1万円で宿泊できるんですが、スタンダードプラン朝食付きで大人2人で2万円ですね。先ほど言ったラウンジの利用は書いてあるかな、あ、書いてありますね。ホテルからおもてなしっていうことで11階の、あ、やっぱりこっちも無料か。やっぱり宿泊者の方は無料で利用できるみたいですね。前の動画の時もあったんですが、通常1100円って宿泊してない方も1100円で利用できるんだったら、逆にこれめっちゃお得だと思うんですけどね。まあ何はともあれ、こちらの方は無料で利用できるので、条件としては同じですが、値段としては倍の2万円になるので、シュラトクのプランかなり安いかと思います。ぜひ確認してみてください。そしてあとチュラトクのプランですね、先ほども1日限定のセールの内容でお話しさせていただきましたが、ホテルレストランも結構安く利用することができるプランが出てます。まあ、こちらに代表的なのは出てますが、梅プラン2000円均一、こちら530円オフのアクアセンスホテル、以前こちらも宿泊しましたけど、レストラン中華系なんですよね。中華ランチビュッフェが530円オフなので、通常2530円が2000円で利用することができます。なので 20% オフぐらいですよね。そしてあと竹プランはヒルトン沖縄チャタンリゾート、チャタンのヒルトンですね、こちらは1300円オフになってます。そしてあと松プラン5000円均一なんですが、こちらはですねレクーさんの朝ごはんと温泉とあと客室利用、まあ、昼間なんですけど朝から利用して9時間利用することができる、ホテルの部屋でゆっくりしながら朝ごはん食べて温泉入ったり部屋でくつろいだり、あとプールは利用できないのかな、ちょっと見てみましょう。まあ、通常5500円で利用することができるプランみたいですが、5000円で利用することができます。プールはダメなのかな、プールはダメのようですが、15時で温泉に入ると大浴場
利用時間が一旦10時までで終了してまた15時から再開するようです。なので朝ごはん食べてちょっとお風呂入って昼間ホテルの部屋でちょっとゆっくりして、まあ、もしお仕事なんか昼間はテレワークでお仕事なんかする方ももしかしたらいるかもしれませんね。そして15時からまたお風呂にのんびり入るなんていうのもいいんじゃないでしょうか。こんなプランもあったりします。あとですね、遊び体験も超ちくばいプランがあって、先ほどのレクーの温泉だけ入るプランですね。ドリンクとアイスもついてるのか、それが1000円で利用できるようです。これも一回入ってみようかななんても思ったりしましたが、あと竹プランはギノザにあるタビックタラソセンター、こちら温泉施設みたいなところかな、こちらが3回分利用で3500円。そしてあと松プランがホエールウォッチングですね、こちらが5000円で利用できるプランなんかもあります。ホエールウォッチング5000円ってなんか高い気がするけど、でも通常6000円するんですね。なんかこれホエールウォッチングはお店やプランによってはもうちょっと安いプランもあるような気がしますが、こういったプランも販売されてます。あとですね、ちょっと比べるのがわからないので、最近ツアーで沖縄県から内地へ旅行も行かないので本当に安いのかまではすいません検討しかねるんですが、沖縄から内地に行くツアー、旅行ツアーなんかも販売されてます。松プランが1人当たり7万円までのプランで、そして竹プランが1人10万円までのプラン、そして松プランは15万円までのプランになってます。まあ、こちらの方もですね、春休み期間、まあ、春休みまでに旅行に行こうかなって考えてる方はこちらの方も一度見てみるのもいいかもしれません。ということでですね、ちょっと期間限定で短い期間なんですが、特に個人的には沖縄県のホテルに宿泊するプランがかなり激安プランがあるなっていうので、ぜひ皆さんに知ってもらいたいということで今回ご紹介させていただきました。まあ、特にお子さんいらっしゃるから、まあ、そんな話ばっかりしてますが、春休み期間にどっか連れて行こうかな、まあ、子供が連れて行けとうるさい方、こちらのタイムセール利用して沖縄県内に宿泊しに行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ホテルによっても先ほどオリエンタルホテルのようにですね、プールも3月からオープンするとこが多くあります。あとちょっと天気にも沖縄県民の方分かってると思いますが、天気によりますが3月ぐらいになったらビーチで泳ぐことも可能な天候のところもあるかと思います。まあ、ビーチもですね、ホテルによって遊泳期間が4月からなんていうところもあるかと思います。なので事前にそのあたりもぜひチェックして、そして激安のプランで皆さん春休み楽しんでみてください。ということで本日は改めまして沖縄県民限定のチラ特産のタイムセールのご紹介させていただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。